大国主の袋の中身。大国主は稲葉で助けた白ウサギにこんな言葉を述べられます。袋を背負っていても八神姫と結婚できると。この言葉の意味を探っていく動画です。まずは音立花姫の歌を紹介します。燃える火の中から訪ねてくれた君は、これは夫である大和タケルへ送った歌。タケルは火に囲まれて草をなぎ払った。その剣の名が草なぎ。実はこの時大和姫から授かっていた大事な袋を開けます。中に入っていたのは火打ち石。この火打ち石で迎え火をつけて火を退けます。まさに神がかりですね。火に囲まれた人物が谷もいます。大国主、ネズミに助けられた後、すせり姫と共にスサノオのもとを脱出します。逃げる大国主へ、スサノオが投げかけた言葉の中に、刀で八十神を追い払えと。タケルが刀でなぎ払うことにかかってきます。ではタケルが大和姫から授かった神器とも呼べる火打ち石は何でしょう。寝ているスサノオのもとをこっそり去るときに、ある神器がぶつかって音が鳴ります。天の沼こと雨の沼ごとぶつかって鳴る。これが火打ち。ここで本題に戻ります。袋を背負っていても八神姫と結婚できる。大国主が背負ったものをお伝えします。すせり姫。ひどい話ですが、すせり姫と結婚していても八神姫と結婚できると言っていたのです。実はタケルも宮津姫と婚約中に音立花姫と結婚します。このように中巻きの大和タケルは古事記上巻のスサノオ、大国主竹南方の合成。今回の袋の中身探しは、以前お伝えした図の補足になった感じです。音立花姫の歌もすせり姫の歌だと捉えると、燃えゆる火の中から問いかけたのはきっと大国主。なぜならタケルが火に囲まれた時、音立花姫とは出会ってもいないから。だから逆に引っかかっていたんです。大国主が火に囲まれたのは、スサノオに頼まれてカブラヤを取りに行ったわけですが、カブラヤを取って戻ってきた大国主、大物主のこと。としています。大都市神の系譜で、大山食いしんとは比叡山の比叡神社、松尾大社の御祭神です。古事記は随所に謎の部分が存在しますが、そのすべてにこうやって意味があります。皆さんも探してみてください。例えば大国主の子孫の矢川愛姫、中巻王神天皇の妻と同じ名前です。さらに矢川愛姫の妹の別名お鍋は、かぐや姫の子供と同じ名前。かぐや姫が帰った月の国とは日本であることは述べてまいりました。なのでこうやってかぐや姫に子孫がいます。それと大都市神の系譜にある大月姫の子供八柱、
なんとなく春から冬を連想させる名前。大月姫の神体八箇所から五穀の誕生、この辺りもかけてそうです。いろんな側面があって面白いですね。